どうしたの、ゆっこ。いろいろやる気が出なくて。何言ってんの、私たち高校生なんだよ。新学期なんだよ。やる気なんてやれば自然に出てくるもんだよ。そのやるまでのやる気が出ないんだよ。やるまでのやる気を出すにはどうすりゃいいの。やるまでのやる気か。とにかくやるっきゃない。よっしゃ。単純なバカでありたい。朝ごはんは焼き魚ですよ。オムライス。昨日食べたじゃないですか。お魚は栄養がたくさん入ってるんですよ。好き嫌いしないで何でも食べないと大きく。あのそれは大切な朝ごはんなので。いや違うんです。これは決してロボット的なものではなくてですね、その…あ、逃げた。待ってー。いってらっしゃい。もしかしたらあの猫も困っているのかな。しないよね。そういう時は私は3年生だって言っちゃえばいいんじゃない。何の解決にもなってないじゃん。何、雷晴れてるのに。いきなり降ってくるかもよ。夕立とか雹とか。こけしが降ってきた。大丈夫ゆっこ。まさかのこけしだよ。びっくりした。どっから落ちてきたんだろう。わかんないよ。でも人生の中でこけしに当たるなんてなかなかないからね。めったにないでしょ、そんな人。まずいないよ。逆についてるかも。
ついてね。ゆこ、大丈夫？まさかの赤べこだよ。赤べこ？違う、ついてないんじゃない。こう考えればいいんだよ、みおちゃん。当たったのが生ものじゃなくてよかったって、そう考えれば不幸中の幸いって。あ、スラマッパギはスルーですか？仕方ない、このワードは今日でララバイしますか。ゆっこ、スラマンマラム。マイちゃん、そこはスラマッパギだろ。それ何語？ことするの、いたずらなのかな。意外と先生のことを好きな生徒だったり。それで弥勒菩薩はないよ。まあでも、そういう叶わない人への憧れの気持ちはわからなくもないよ。うん、あれでしょ、ミオちゃんが笹原先輩を思ってるみたいな。バカ野郎。ここしているし、七輪つけっぱなしで危ないし。これ降りられない。え、お箸がない、つっかけもない。どうしよう。食べないと5時間目 LL だよ。あれ、ウインナー好きじゃなかったっけ？ふっふっふっふ。お弁当の最後は一番美味しいやつにするのが基本ですよ。そんでうまいと言って締めくくるんです。ふーん、それじゃあ一ついただきます。Oh!
やだなミオちゃん、3秒ルールだよ3秒ルール。いや、なんかもういっぱいいっぱいアウトだよ。うまい。ゆっこはバカだな。皆さんおはようございます。春になり新しい年度が始まりましたが、まだまだ寒い日が続きますね。私は皆さんの場合は寒いんですけどね。とにかく風邪をひかないように。いいですか、これは校長先生との約束です。皆さんが言うことを聞かなかったら校長先生は他の学校の校長先生になっちゃいますよ。ミオちゃん、ミオちゃん。何？話してると怒られるよ。あのさ、校長って自分のギャグが古すぎること気づいてないのかな。毎回受け入れられてないことくらい本人が一番わかっていると思うんだけど。どうなんだろうね。もしかして受け入れられてないことを知りながらなお努力する姿勢を現代のすれた若者に見せているのか。うん、そうだとすればこの校長かなりの手だれ。まえちゃん、まえちゃん、まさかあの親父ギャグが。しかもまえちゃんがこんなに笑ってるところ初めて見たよ。よし、ここは一つ。では続いて桜井先生から生徒指導のお話です。桜井先生お願いします。あの桜井先生。はい、すいません、生徒指導の桜井です。すいません。やっぱりこんな人数いると緊張する。ダメダメ、こんなんじゃいつまで経っても理想の教師に近づけないんだから。言うべきところでビシッと言わないと。そうだ、最近校内でヤギをよく見かけるんですが、ヤギは学校にはあまり持ってこないようにしましょう。ヤギ、ヤギの何が悪い。ヤギで通学するのは校則違反ではないであろうが。ちゃん、あれ笹原先輩じゃない？へえ、そう？いや、ヤギを許可します。却下よ却下、ど却下よ。ヤギなんか持ってきていいわけないでしょ。そうは言うが、橘美里よ、なぜ私が日本足でスタコラ歩かねばならんのだ。大体笹原家の長男というのは。何が笹原家の長男よ、あんたんち普通の農家でしょうが。だからなんだ、長男が長男と言って何が悪いのだ。ふえー、笹原くんちって農家だったんだ。なんか騙された気分。あの自転車置き場のヤギ、笹原先輩のだったんだ。白ヤギに乗った笹原先輩が私を迎え
ハッピーニューイヤー。みーくーん。みおちゃん。自転車に乗りながらの携帯は大変危険です。絶対やめましょう。それと最後に、今朝私の下駄箱に弥勒菩薩が入っていました。こういういたずらをするのは良くないと思います。すいません、通ります。弥勒菩薩。舞ちゃん、急に立ち止まらないで。あ、ここら辺デジャブかもしれない。誰がやったんですか？怒らないから手を挙げてください。出てくるまで今日はこのまま朝礼ですよ。誰だよ。お前出ろよ。いやー、桜井先生が誕生日だと聞いていたもので。いやいや、そうですか。弥勒菩薩はダメですか。誕生日、良かれと思ってプレゼント、弥勒菩薩はいらぬとする。校長。以上で朝礼を終わります。校長先生、今日までありがとうございました。教頭。この消火栓のボタンってすごく押したくなる魔力があるよね。そうだね。あ、ブブブ。押してみたら？それ前押したら音とか鳴らなかったし。え、ほんと？嘘。どうすんのこれ、逃げんの？みんな、とりあえず校庭に出るぞ。てめえ、何言ってんの？背中押してんだよ。お前が押したんだろ。何言ってんだ。だいたいお前前からムカついてたんだよ。やめなよ、人が死ぬかもしれないのよ。まずは逃げろ。喧嘩はそれからだ。すいません、ケワイって何でしょうか。ケワイって何なんでしょう。すいません、ケワイについて教えてください。助けてくれ。おい、大将、ケワイって何でしょうか。お前のことだよ。2年 B 組笹原浩二郎、至急職員室の富岡のところまで来るように、うん、確かに高速違反ではないがな、ヤギはないだろ。ヤギはなんとかならんか。徒歩が嫌なら自転車でもいいんだぞ。ヤギでなければ。御仁。富岡だ。富岡先生をつけろ。先生、ヤギではなく笹原小次郎と呼ぶわけにはいかないか。今はヤギだ。私は東雲ナノって言います。一緒に住んでいる博士が作ってくれたロボットです。博士は何らかの研究をしているらしく、一日中家にいます。私はそのお手伝いをしながら日々過ごしています。博士、牛乳温めました。冷えれた機能はありませんが、痛覚はあるようです。なんの、どうしたの。博士、小指が これで大丈夫やから。冷えれた機能はありませんが、小指が取れるそうです。博士、このネジは何なんですか。ああ、回したことなかったっけ。あ、はい、たまに回りますが。これはこうやって回すとね。あ、何ですか。すみません、
秀でた機能満載ですね。面白いでしょ。もしかしてこれだけのためにネジを。そうだよ。もしかしてこれだけのためにネジを。そうだよ。外してください。なぜなら可愛いからです。リアルに外してください。可愛いのに。私はもっと普通がいいんです。普通の人みたいに椅子に座ったり寝返りを打ったりしたいんです。これじゃ学校にも行けないです。いっそ人型ロボットでなければよかったのに。なんの。なんて嘘ですよ。嘘。もう嫌だな博士は。いや、とって。え、アグタガー賞とって。なんで。アグタガー賞。そんな毎日です。ここ、どこだろう。